お疲れ様です。まあ、吉谷さんのことだからそうしますよね。うん。まあでも、その親知らずって抜くまでは普通なんですけども、抜いた後しばらくダメージが続くじゃないですか。うん、同じように、その何て言うのかな、あの、体のコンディションとかさまざまな要因って、あの、このインターネットを使ったビジネスだと、そこをうまく避けてね、収益ってのを変えずにいけるわけですよ。まあ、逆に、吉谷さんのことだからら親知らず抜いて、 元気になってぜ、セールみたいなのあったりとかね。まあ、いろんなのに格好つけてできると思うんですよね。うん。まあそういえばねあの、ガーシーいるじゃないですか。ガーシーがトルコからおいしいお店紹介みたいなことをやるらしいんですよ。で、今までの暴露系から離れてそうやるらしいんですけども、それによってなんか1500人ぐらい、SNS のコミュニティの解除が起きたらしいですよね。そうするとメディアによってはね、 1500人も激減とかって書くわけですよでもガーシーのコミュニティってファンが4万人ぐらいいるんで1500人ってほんと少ないんですよねそこは報じないんですよ1500人のもう大打撃みたいなのを書くとわファンが離れたんだなって印象を与えかねないんですけども4万人のうちの1500人って言ったらかすり傷じゃんみたいなねでむしろほとんどの人は暴露するからこそのガーシーよりもね ガーーそのもののファンになったんで扱うテーマは何でもよくなったってことじゃないかなと思うんですよ。まさに発信の勝利ですよね。だから本当にコンテンツの内容ってのは最初はあの視聴者ありきなんですよ。視聴者の視聴者さんの悩み解決のために情報発信者を選ぶってところがありますけども情報発信者のことがもう好きになっちゃったらファンになったらもうやってる内容は何でもいいみたいなことになりますよね。で、商売っていうのは結局そこなんだと思いますよ。あの ラーメンがむちゃくちゃ美味しくってね、ラーメン屋をやってました。でも、ラーメン屋は残念ながら潰れました。でも、ラーメン屋のファンの方は、そのラーメン屋の親父が今度ね、とんかつ屋やってみるわって言ったら、あ、とんかつ食べに行こうってなるわけですよね。そんなもんじゃないかなと思ってね。ただ、苦しいのがね、アスリートらしいです。あの、広島にいるとね、カープのプロ野球の1軍の選手が引退するんですよ。そんなに有名じゃない。有名じゃない人がほとんどですよ、カープの1軍だって。有名じゃない人がね。 カープ辞めるじゃないですかで、三十半ばにして転職ですよカープの選手でしたって言ってもじゃ知られてなければあ、そうなの頑張ったねでも勤まらずに今保険やってんだよねっていうことになっちゃって逆に評価を落としかねないってこともあるらしいです厳しいですよね、うん、まあこのセカンドキャリアにつきましては多くのアスリートが抱えてる問題じゃないかなと思います 甲子園まで行っててスカトまでで受けてでもプロの選手としては40代50代までできないわけですからねニューススポーツ解説者になってセカンドキャリアを生かせる人なんてまあ限られてますからでもこれからはあれですよね高校野球とかプロ野球の YouTube の専門解説みたいなゲーム実況ならぬプロ野球実況高校野球実況それがそれもっと言ったらね草野球実況も面白いかもしれないですね。 誰もが見たことのない少年野球をずっと解説しているそんなね元プロ野球の選手がいたら、まあ、うげそうな気がしますよね。ネットって便利ですよねいらっしゃい